北海道関節鉄道17-7350型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、北海道関節鉄道が、アメリカのロジャーズロコモティブアークスから1902年に6両を、輸入した、車軸配置2から6から0単式に気筒の、飽和式機関車である。 1901年6月北海道関接鉄道は、機関車6両た鉄道用品の入札を告知した。同年4月に、ニューヨーク支店を開業したばかりの大倉組はこれを受注するべく、各機関車メーカーに見積もりを取ることになった。当時のアメリカの主要メーカーは、アルコ、ボールドウィン、ロジャースであった。ところが、アルコは、全身のスケネクタディが、三井物産と取引があり、 ボールドウィンも、フレーザー紹介と取引があったため、見積もりを取ることができなかった。そこで残ったロジャースより、見積もり金額を得て入札。大倉組は、機関車、車輪、車軸、バネを落札した。納期は、旭川渡市で1902年2月、4月であった。しかし当時アメリカのメーカーはどこも繁忙で納期が伸びて、おり、延滞金が発生する恐れがあった。 ちょうどストライキが発生したことを理由に、すべて6月まで納期が延長されることになった。1905年の北海道関節鉄道の国有鉄道への編入に伴って、国有鉄道席を得たものである。北海道関節鉄道時代は B4 型と称したが、関節鉄道編入後は E 型と称した。1909年の鉄道員の 車両形式称号規定制定に伴って7350型と改版された。形態的には典型的アメリカ古典機スタイルである。ボイラーはワゴントップ式で第一貫動上に砂箱第二貫動上に蒸気ドームが設置されている。淡水車の台車は三軸編ボギー式で、ボギー台車は釣り合い量式である。 北海道関節鉄道では、旭川に配置され、関節鉄道編入後は中遊別、落合、下富良野に移動した。晩年は入れ替えようとなり、全車がテミで使用されていた。廃車は1937年12月で、全車が解体された。形式図、購買入札北海道鉄道部、漢方1901年6月10日。 中村正治、海を渡る機関車、吉川博文館、2016年、117から127ページ。ありがとうございます。